変身。はい、次の名のもとデラックス高柳さんだ。本日はですね、こちらを紹介します。パワードビルダーバックルとギガントバックルでございますね。はい、こちらのセット、これ劇場版の仮面ライダーシーカーという仮面ライダーがいるんですけど、ラスボスなのかなが使っていたアイテムでございます。はい、4280円というね、ちょっと高め、ちょっとじゃないな、めちゃめちゃ高いな、なんだけど買いました。ということでね、このバックルレビューしていこうと思います。ちなみにね、撮影日的にね、まだギーツが使ってるとこ見れてないんですけど、年末に撮ってます。年末に動画も回してるっていうこと自体はまず珍しいからね、俺の中で。だいたい31とかってほんまにまとめの時期とかになるんですけど、まとめの時期っていうかやってない編集を全部やるとかになるんですけどね。他のバックルはね、結構単体でね、入っていたりとか、ID コアがちょこっと隙間に入れられてたりとかあるんだけど、これどんな感じなのかな。行きましょう。よいしょ。おっ、これで開けます。せーの、ドン。あー、こんな感じなんだ。デカバックルと小型と、まあ ID コアって感じだね。これは切らないといけないね。てかさ、劇場版アイテムがさ、一般発売されるのってめちゃめちゃ嬉しいよね。で、シーカーのアイテムは絶対劇場版プレミアムバンダイだろうと思ったけど、違うんだね。一般発売なんだよ。個人的には、めちゃくちゃ嬉しい。まずこちらがね、ギガントバックルです。こちらはパワードビルダーバックルですね。こちらがギガントバックルですね。パワードビルダーとギガントバック。はい。まあ、特にね、こっちは押すボタンとかないんで、多分ね、セットするだけのやつだと思うんですけど、こっちがね、こういう感じでね、遊べるんで、全力で遊んでいこうかなと思います。じゃあ、絶縁シート抜いてね、単体音声まず聞いてみます。いきます。こんな感じですね。じゃあドライバーにセットしてみましょうか。 ID コアもね、今までと違って結構濃い黄色なんだよね。はい、透明というより半透明って感じですかね。これで変身ですね。まあ適当に装備つけていこうかな。この横を押したら簡単に外れます。ん？これをセットする感じですね。こっちに。取るときはこの横のボタンを押しながら取る感じですね。他もつけてみよう。ギガントハンマー。ギガントハンマー。ギガントストライク。じゃあこれもつけてみよう。ギガントブラスター。ギガントブラスター。ギガントストライク。劇中再現したいんで3つ装填してみましょうかね。
こんな感じですね。すげえ。ラスボス感半端ないね。じゃあこれひたすらやってみよう。なるほど。リボルボーンしてみようかな。大して変わらんな。なるほど、こういう遊びもできるんだな。てか、セットした時としてない時の体験音近くね。ちょっとこの状態で一回聞いて。やっぱ違うね。これバカ楽しめるぞ。飛んだ。